川崎市中原区にある等々力緑地で1月8日令和5年中原地区消防出初め式が行われました。式典では消防団員や一般消防功労者への表彰が行われたほか、大友中原消防署長から新年の挨拶が行われました。防災力の向上に特段のご協力を賜りますよう、この中原区が一層魅力あふれる町になるよう決意を新たにするものであります。中原地区少年消防クラブと式典後には消防団員や消防車両などによる分列行進が披露され、中原消防団では恒例行事ともなっている干支の引き継ぎも行われました。ここで毎年恒例の実績の交代です。最後に消防団による一斉放水が披露され、来場者から大きな拍手が送られました。中原消防団はみんながですね、分団が5分団あるんですが、みんなどの分団も和気あいあいとしてやっております。やはり有事の時にですね、団員はできなければいけない訓練をこのコロナ禍でも数回に分けてやるように去年は努力いたしました。空気が乾燥しておりますので、火災が出ることに周り近所にも簡単に燃えやすくなりますので、しっかりと消防団で広報していきたいと思います。